はい、こんにちは、116インズです。いやー、パドレス2日連続で球界中を驚かせる動きに出てきましたね。昨日、タンパベイレイズの左のエースブレイクスネルをトレードで獲得することに合意したと報じられていたパドレスですが、1日明けて今日、シカゴカブスのダルビッシュ有選手のトレードに合意したと現在報じられています。ダルビッシュ選手のパドレスへの移籍の噂に関しては、何日か前にそういった話は出ていたんですが、ただ昨日パドレスがああいった形でスネルを獲得したことを考えますと、ダルビッシュ選手のパドレス移籍はもうほぼなくなったかなと個人的に思っていたんですが、パドレスの AJ プレラー GM も動きを止めず2日連続でインパクトのある補強に出てきましたね。パドレスは今年のトレードデッドラインからかなり積極的に動いていたチームでしたが、昨日のスネルのトレード、そして今日のダルビッシュ選手のトレードを見ますと、来年も本気で勝負をかけに行く、そんな姿勢が伺えるトレードとなりましたね。で、今回のパドレスとカブスのトレードに関しては、おそらくまだ選手のメディカルチェック等々が終わっていませんので、まだ正式発表とはなっていないんですが、現在報道されているトレードの内容がこちらになります。合計7人の選手が絡む大型トレードとなっていまして、パドレスがカブスからダルビッシュ選手と、それからキャッチャーのビクター・カラティーニを獲得で、一方のカブスはパドレスから先発投手のザック・デイビースと4人のプロスペクトを獲得することとなりました。で、この4人のプロスペクトはそれぞれレジナルド・プレシアド、イスマエル・メナ、イエソン・サンタナ、そしてオーエン・ケイシーの4人となっていまして、いずれの選手もパドレスの参加30位以内には入っている選手たちではあるんですが、いわゆるトッププロスペクトと呼ばれるような選手たちは今回トレードの中には含まれていません。またカブス側がトレードに際してダルビッシュ選手の残り年俸を一部負担するという話も出ているんですが、具体的にいくら負担するのか、こちらについてはまだ明らかとなっていません。ただボブ・ナイチンゲール記者によりますと、サラリーのうちごく一部を負担すると報じられていましたので、ダルビッシュ選手の残りの契約3年総額5900万ドル残っているんですが、そのうちのごく少額の金額をカブスがトレードで負担することになるのではないかと思っています。というところがトレードの全体像となるんですが、次からもう少しパドレス、カブス側の思惑等も含めながら、今回トレードに絡んだ選手をご紹介していきたいなと思います。はい、今回のトレード、なんといってもメインの選手はやはりこのダルビッシュ有選手ですよね。カブスに移籍した2018年こそ、ちょっと怪我で苦しんだ時期もありましたが、昨年の後半戦からギアが上がりまして、今年はさらに一段上の活躍を見せた選手ですよね。今シーズンは12試合に先発して、リーグ最多の8勝、防御率も 2.01 とカブスのエースとして活躍し、チームの地区優勝にも貢献しました。その結果、ナショナルリーグのサイ・ヤング賞投票でもトレバー・バウアーに次ぐ2位に入りまして、パフォーマンスの面においては非常に充実したシーズンだったと思うんですが、ただカブスは今年のコロナ禍の影響で、結構球団の経営の面でもかなりダメージを受けてしまったようで、チームとしてもペイロールを減らしたい、総年俸を減らしたい意向というのがここ最近結構報道される機会も多かったんですが、その中でダルビッシュ選手のトレードの噂というのも絶えませんでした。というのもダルビッシュ選手、契約が残り3年と5900万ドル残っていまして、で、さらに来年35歳という年齢も考えますと、カブスとしては今が一番の売り時と判断しての今回のトレードに至ったのかなと思いました。今回のダルビッシュ選手のトレードを皮切りに、おそらくカブスは他の主力選手のトレードにも踏み切ると考えていまして、例えばクリス・ブライアントですとか、あるいはハビアー・バイエズ、はたまたアンソニー・リゾなど、2016年のカブスの世界一を支えたメンバーも、もしかしたらこれからトレードされていくんじゃないかというところですよね。カブスからすれば再建期の始まりを告げる、そんなトレードになったのかなと個人的に思いました。一方で今回ダルビッシュ選手を獲得するパドレス側としては、もう先発ローテーションをさらにアップグレードすることができましたよね。同じ地区にドジャースという世界最強のチームがいて、そのドジャースを上回るための補強を現在行っているわけですが、昨日獲得したスネルも含めますと、来年のパドレスの先発ローテーション予想ではあるんですが、こちらの通りとなっていまして、非常にメンバーが充実していますよね。今年サイ・ヤング賞投票2位に入ったダルビッシュ選手を筆頭に、ディネルソン・ラメット、それからスネル、さらにはクリス・パダックと、4番手までしっかりとしたピッチャーが揃っていますし、さらに5番手争いとして2019年に先発ローテーションの中で活躍を見せたジョイル・ケイシーですとか、あるいは球界全体で見ても超トッププロスペクトのマッケンジー・ゴアやエイドリアン・モレホンといった若手の選手も控えていますので、今回のダルビッシュ選手の獲得を経て、パドレスのローテーション本当に強力になりました。で、さらにこのパドレスの一連のトレードでうまいなと感じたのは、このローテーションが1年限りのものではないというところなんですよね。今回獲得したダルビッシュ選手にしてもスネルにしてもあと3年間保有することができて、また先発ローテーションの投手デネルソン・ラメットも2023年まで球団に保有権がありますし、パダックについては2024年、マッケンジー・ゴアやモレホについてはそれ以降も保有できますし、さらに来年はトミー・ジョン手術の影響で全休となる予定ですが、2022年のどこかのタイミングでマイク・クレビンジャーも復帰してきますので、あと数年間この先発ローテーションで戦えるというところはパドレスが今後優勝争いしていく上でここはかなり大きな意味を持ってくると思うんですよね。やはりこれだけの先発ローテーションを揃えることができてもこのメンバーで1年しか戦えないとなると、その1年でこけてしまったらもう何も残らないわけですが、このパドレスについてはあと数年間このメンバーで戦えるということで、当然ながらその数年間の間はパドレスは間違いなく強いチームになると思いますので、こうして保有権が長くかつエースポテンシャルを持った選手たちをこれだけの人数揃えることができたプレラー GM は本当に今回うまくチームを作ったなという印象ですね。ただ悪い点を強いてあげるとすれば、ローテーションの耐久性がちょっと不安かなというところなんですよね。ダルビッシュ選手にしてもラメットにしてもスネルにしてもはたまたパダックやクレビンジャーにしてもそうなんですが、ちょっと怪我が多い選手たちではありますので、さらにイニングをある程度期待できるザック・デイビーズを今回ダルビッシュ選手を獲得するにあたりカブスへトレードしてしまいましたので、ちょっとイニングの計算が立たないんじゃないかという不安は少し残るんですが、ただピッチャーの怪我のリスクに関してはどの投手にも言えることではあると思うので、そこまで過度に心配する必要はないんじゃないのかなというところが個人的な意見ですね。というところがダルビッシュ選手に関連する話ではあるんですが、パドレスは今回のトレードでもう1人獲得していまして、それがこちらのビクター・カラティーニというキャッチャーなんですね。カラティーニは今年ダルビッシュ選手が先発した12先発で全てキャッチャーを務めていて、非常にダルビッシュ選手のことも理解しているとも言ってもいいような、キャッチャーなのかなと思っています。フレーミングに関しては指標を見る限り平均以上という評価となっていまして、また打撃も悪くないということから、パドレスは正捕手にオースティン・ノラがいますけれども、昨日のスネルのトレードでフランシスコ・メヒアをレイズでトレードし MLB 経験が豊富な控えのキャッチャーが不在の状況でしたので、ここにカラティーニが入ってきたのは MLB のキャッチャーのデプスという観点からも結構大きいんじゃないのかなと思いましたね。カラティーニに関してはまだ年齢も若いですし、素質の面では他球団であればもしかしたら正捕手を務められるぐらいの力は持っている選手ですので、そんな選手が控えにいるというのはチームとしても非常に心強いのではないでしょうか。またダルビッシュ選手本人にとっても自分のことをよく知っている選手が一緒にパドレスに移籍するというのも、やはりこれもまた心強いことなのかなと思っています。では続いて今回のトレードでカブス側の見返りに関してもお話ししていきたいなと思います。カブス側の見返りはダルビッシュ選手という NL サイ・ヤング賞投票2位に入った選手の割にはいわゆるトッププロスペクトが含まれていないパッケージとはなったんですけれども、ただ将来性という面では結構楽しみな選手も多く含まれているパッケージとなっています。まず今回のカブスの見返りで唯一のメジャーリーガーであるザック・デイビーズは今年パドレスのローテーションの中で12先発をし、防御率 2.74、 そしてウィン・ザ・ボール・リプレイスメント 1.7 を記録した技巧派の右腕です。来年のオフ FA の予定となっていまして、果たして来年の開幕の時点でカブスに残っているかはちょっとわからないんですよね。もしかしたらカブスはこのデイビーズを使ってさらにプロスペクトを集めるという展開も全然あり得ると思いますので、ちょっとデイビーズがカブスに残るかはまだわからないんですが、先発投手としては一定程度活躍が期待できる、そんな選手となっています。でデイビーズ以外の4人がプロスペクトとなっていまして、このうちプロスペクトランキングという意味で一番高い評価を受けているのがレジナルド・プレシアードとなっていまして、この選手は現在 MLB.com のパドレス参加11位という評価を受けています。昨年国際 FA でパドレスと契約した選手なんですが、打撃のポテンシャルがかなり高い評価を受けているまだ17歳のショートの選手なんですが、将来的にショートからもしかしたらサードにコンバートするんじゃないかという話も出ているんですが、今後数年間プロで経験を積んでいけばもしかしたらかなりすごい選手に化けるんじゃないかと期待もされている選手です。2人目がオーウェン・ケイシー、今年のドラフト2巡目指名を受けたばかりの選手でパドレス参加13位という評価を受けている選手なんですが、映像を見た限りめちゃくちゃ背が高くて、その大きな体に秘めているパワーが魅力の選手らしいですね。3人目がイスマエル・メナ、この選手は MLB.com 参加15位の評価を受けている選手で、足とヒットツールに強みを持っている18歳の外野手ということですね。将来的に未来のリードオフ候補として期待できる選手かもしれませんね。そして最後の選手がイエソン・サンタナ、こちらの選手は参加16位の評価を受けている選手で、パワー面にちょっと課題があるんですが、ただ将来的に MLB でもショートを守れるんじゃないかということで、バッティングがついてくれば数年後カブスのショートを務めている可能性ももしかしたらあるんじゃないかというような選手らしいですね。ということでパドレス参加大体10位台の選手を今回4人カブスは獲得したということになるんですが、10位台と聞くとちょっと物足りない印象も受けるかもしれないんですけれども、ただパドレスのファームシステムは MLB でも1、2を争うぐらい充実しているファームシステムですし、でまた今回獲得した4人の選手もプロスペクトとしても年齢が結構若い選手たちですので、そのためまだランキングが上位の方に来ていないというだけな側面も否めませんので、今後彼らが成長していけば場合によってはトッププロスペクトに成長する可能性も十分秘めているような選手たちですし、今ツイッターで言われているほどカブス側の見返りが悪いとは思いませんでした。カブスはマイナーのデプスに課題を抱えているチームでもありますので、今回のトレードでそこを補充できたのもチームとしては大きかったんではないでしょうか。ただ一方でこれは間違いなく言えると思うんですが、パドレス側から見て今回の4人のプロスペクトは出してもいいかなと思っているぐらいの選手たちだと思っていまして、というのもパドレスは今回本当の意味でのトッププロスペクトゴアですとか CJ エイブラムスですとか、そういった選手たちを守ることはできましたので、これぐらいの出費でダルビッシュ選手クラスのピッチャーを獲得できるのであれば、それは全然問題ないかなって思っているんじゃないのかなとも思いました。ということで少し長くなってしまいましたが、今回のトレードの両球団のプラスの面とマイナスの面をまとめましたが、まずパドレスにとってプラスの面はダルビッシュ選手というサイ・ヤング賞クラスのピッチャーを3年も保有できるところですよね。これはかなり大きいですし、でしかもそのダルビッシュ選手を獲得するにあたって本当の意味でのトッププロスペクトを今回出さなくて済んだと、これが間違いなく大きなプラスだと思いますね。ただ一方で少しマイナスとして、懸念しなければいけない点としては、ローテーションの耐久面がちょっと不安というか、デイビーズというイニングイーターを放出してしまいましたので、1年間安定してイニングを食えるピッチャーがちょっといないんじゃないかというところが少し不安なところですね。で、一方でカブスはというと、このオフの課題であったペイロールの削減にまず成功したというところと、あとはチームとしてもう一つ課題として残っていたマイナーのデプスを今回一気にプロスペクト4人も補充できましたので、ここの確保ができたところが今回のトレードのプラスの面かなと思います。一方でマイナスの面としてはペイロールを削減したいにもかかわらず、ほんのごく一部だと思うんですが、サラリーの負担が生じてしまったというところと、あとはプロスペクトの見返りがまだまだ10代の選手も含まれているようなパッケージでしたので、ちょっとハイリスクな側面を持った見返り、全員大成しないという展開すらあり得るようなパッケージではありますので、そのハイリスクさがちょっとマイナスかなというところですかね。ただ今回のトレード、双方の意図は理解できるようなトレードではありましたので、お互いにとってウィンウィンのトレードになればいいですよね。というところが今回のダルビッシュ選手が絡む大型トレードに関する話なんですが、やっぱり来年のパドレス、これで非常に楽しみになりましたよね。これまでずっと溜め込んできたプロスペクトを今年の夏から結構放出して MLB の主力選手に今変えているパドレスですが、ここから数年間が本当に勝負と位置づけている年なんだなと非常に感じましたし、またパドレスにも中心選手が数年間残ることからも、この NL 西地区でのドジャースとの戦いが今後どう展開していくのか、本当にワクワクしてきました。現在 NL 西地区はドジャースが8連覇中と完全にドジャース一強の地区となっていますが、この地区で今回大補強したパドレスがドジャースの対抗馬として戦っていけるのか、来年の NL 西地区の戦いが今から楽しみです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録と、また動画が面白ければぜひ高評価もいただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。